北海道フードフリムフェスティバル開幕です。札幌中央区の東一丁目劇場施設で迎えたオープニングイベントには、主催するクリエイティブオフィス級の大泉洋さんをはじめとしたチームナックスのメンバーや俳優の小雪さんなど豪華な顔ぶれが揃いました。北海道フードフィルムフェスティバルは映画を通じて北海道の食と観光を盛り上げようという初めての取り組みです。市内の映画館など13会場で食にまつわる映画を見て、劇中で登場した料理をレストランやバルなどの飲食店で味わう、見ても食べても美味しい新たな文化の祭典です。今年3月に行われたプレイベントでは延べ1000人が体感し好評でした。これからこの札幌の地から日本映画の新しい祭典が始まっていくんですよね。そういうことですよ、お父くん。嬉しいですよ、ね、ここにいられて。こういうアイデアを思い立ったのは皆さん、どなたかチームの方が。僕です。違います。期間中、国内外から集められた35のプログラムが上映され、明日は胆振の洞爺湖町のパンカフェを舞台にし、原田知世さん、大泉洋さんが出演する映画幸せのパンも上映されます。 HFFF。 そうです、言いにくいんです、はい、これはこう最終的にこれ HFFF は何と呼べばいいんでしょうみたいな。そうです。とりあえずはね、皆さん今日はにお集まりいただきまして、ありがとう、まあ、楽しいイベント盛りだくさんでございます。はい、そうなんです。イベントは24日までで、ディナー付きのチケットは完売していますが、その他は購入可能です。詳しくはホームページをご確認ください。